いろいろなかけらがあるものね。猫箱は底なし。多分手を突っ込んでかき回せば、まだまだいくらでも見つけられるんでしょうね。とりあえず今回集めてきたかけらはこんなところ。もしあなたがまだまだかけらを求めるならば、今度はあなたが探しに行ったらいい。猫箱の中に飛び込んで、あなた自身がかけらを探してみたらいい。そのかけら探しに旅に出かける勇気を持てたなら、あなたも私たちの仲間。私の仲間たちはあなたのことを後悔者の魔女と呼ぶでしょうね。陸の魔女は流れ着くかけらを待って浜辺に座していることしかできない。しかし私たちは違う。かけらの海へ、そして猫箱の中へ旅に出て、誰にも見つけられないかけらを手にし、それを自分だけのものにしてポケットにしまうの。かけらの海に漂うのはかけらばかりじゃない。偽書作家たちによって生み出された偽書のかけらもいくつも漂ってる。それらは時に滑稽だけれど、時に衝撃的、あるいは時に戦場的で、時に戦慄さえ覚えさせる。陸には決して流れ着かぬそんなかけらを集められるのも私たちの特権。ううん、それどころか船の上で私たちも新たな偽書を記し、それを海に投じることもできる。運よく陸にたどり着いたなら、浜辺の魔女たちは私の偽書を奪い合って読んでくれるのかしら。それを思うととても愉快。かけらあさりより偽書作家の方が楽しい魔女もいるらしいしね。ベアトリーチェのゲーム版はすでに終わって閉じられている。にもかかわらず、まだ観客席を立たない魔女たち。あなたたちは浜辺に流れ着くのを待つ陸の魔女？それとも後悔者の魔女なのかしら？もちろん、どちらでも構わないけれど、もしあなたと再会できるなら、それはかけらの大海原の中がいいわね。じゃあね、今回の手土産はこれでおしまい。バイバイ、陸の魔女たち、そして海の魔女たち。近いうちにまたね。